本日の3問に入る前にお知らせです試験まで約3ヶ月そろそろ実力はついてきていますでしょうか実際弊社の受講生さんはすでに模試を行っていただいてコンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます勉強の仕方を間違えなければ卓研試験は4ヶ月あれば一発で合格できます 弊社の受講者の中でも中卒で元とび職法律知識が全くゼロこの方は7月中旬から受講していただいてたった3ヶ月で一発合格しましたこの方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんであなたも今年合格できます勉強始めたはいいけれどもなかなか理解できない解けない問題がたくさんある今年合格できるか不安でも絶対今年合格したい もしあなたがそう思っているのであれば短期集中実用カップ講座はおすすめです理解すべき内容は解説に書いてあります具体例考え方関連ポイント一緒に解説に書いてあります分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してありますもしそれでも分からない場合は直接私にご質問いただければ解説させていただきます今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです 短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで是非ご確認くださいあなたの受講をお待ちしておりますそれでは本日の3問に入っていきます B は A に対して B 所有の土地の定当権設定に関する代理権を与えたしかし A は B 所有の土地について C と売買契約を締結した B は C が全員無過失であってもその売買契約を取り消すことができる丸か×かという問題です この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。えー、問題文の状況なんですけれども、B 所有の土地ということなので、B さんが本人ですね。で、B は A に代理権を与えたので、A が代理人。で、C が相手方という状況です。ただ今回ですね、この代理権の内容っていうのは、定答権設定なんですね。 定等権を設定していいですよっていうふうに代理権を与えた。にもかかわらず、売買契約をしているってことは、これ権限外の行為をしているってことなんですよね。権限の範囲っていうのは、定等権の設定なんですよ。にもかかわらず、売買契約をしているってことは、権限外の行為を行っているということですね。で、これっていうのは、無権代理行為をしたということなんですね。したがって、A は無権代理人というふうに考えます。 なんで B が本人、A が無権代理人、C が相手方ということですね。で、無権代理行為を行うとどうなるかっていうと、契約に効力が生じないんですね。しかし、相手方が全員無過失の場合、つまり A がこの無権代理人であることを過失なく知らなかった場合ですね。この場合っていうのは、表権代理が成立して、契約は有効になるんですよ。つまり、本人 B っていうのは、 無権代理だから契約の効力が生じないっていうふうに主張することができなくなっちゃうんですね。言い換えると B はもう契約通りに履行しないといけないんですよ。つまり B は売買契約を取り消すことができないということなんですね。そして表権代理がどんなものか知らない方も多いと思うんですけれども、表権代理が成立したら無権代理の行為も契約有効になっちゃうんだというふうに頭に入れておけばイメージしやすいんじゃないのかなと思います。 で、今回は表権代理が成立して契約有効なので、売買契約を取り消すことができないから誤りだということですね。で、表権代理が成立する場合っていうのは5つあります。え、改正前は3つだったんですけども、え、改正民法になって5つに増えました。で、これはつなげてちゃんと覚える必要があります。え、記憶するテクニックの基本中の基本なんですね。このつなげて覚えるっていうことは。なんでぜひですね、試していただければと思います。 短期講座では、テキストや過去問集の解説だけじゃなくて、動画でもこの表現代理についてまとめておりますので、受講者専用の動画にその動画を貼っておきますので、リンク貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、問いにですね、え、卓券業者 A は、え、保証協会に加入したときは、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。丸かツかと。え、答えは、 えー、2週間以内ではないですね。えー、誤りですね。×です。えー、弁済業務保証金分担金は、保証協会に加入する前ですね。に、えー、保証協会に納付しなければなりません。なので、2週間前ではなくて、加入する前が正しいです。ちなみに、保証協会にも既に加入していた、卓建業者が事務所を増設する場合、新しく作る場合ですね。その場合は、増設した日から2週間以内に分担金を納付すればいいんですけれども、 初めて保証協会に加入する場合は、加入する前です、ね、に納付しなければなりません。分担金の納付時期、異なってきますので注意しましょうで。こちらが保証協会の話で、こちらが営業保証金の話です。営業保証金の場合、新規で営業を開始する場合も、事務所を増設する場合も、どちらも営業開始前に営業保証金を供託して、その旨を免許権者に届け出なければなりません。 今、括弧1から括弧4まで解説いたしました。この4つは重要なので、きっちり頭に入れておきましょう。ここですね。1番、2番、3番、4番。この4つですね。しっかり頭に入れておきましょう。で3番、開発許可ですね。市街化区域のすでに造成された土地について、2500平米の共同住宅を建設する場合、当該宅地の区画形質の変更を行わない場合も、開発許可が必要である。丸か×かという問題ですね。 で、この問題、えー、答えはどうかというと、×です。開発許可が必要なのは開発行為を行う場合なんですね。で、開発行為って何なのかっていうと、建物の建築だったり、特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質変更なんですね。つまり開発行為っていうのは土地の区画形質の変更、土地の形を変えるってことです。イメージとしては土を取ったり土を入れたりする行為ってことです。 ブルドーザーを入れて土地の土を掘り返してこう捨てたりとかですね、また土を入れたりすると。まあ、そういった行為です。で、今回の問題で言うと土地の区画ケースの変更は行っていないですよね。区画ケースの変更を行わないとこう書いてあります。従って開発行為を行っていないんですよ。で開発行為を行っていないということは開発許可は不要になってくるんですね。したがって誤りだということです。 で、開発許可の用否を問う問題っていうのは、昨日の動画とかでもお伝えしたんですが、考え方の流れが非常に重要なんですね。で、まあ今回無料なので、細かい部分まではお伝えできないんですけども、まあ何が重要で何が重要でないかっていうところをちゃんと捉えていくことが、達見合格の近道になるんですよ。で、今回のこの開発許可の用否を問う問題っていうのは、この考え方の流れ、これが重要な内容なんですね。 一つ一つの問題の解説が重要というよりも、この開発許可の用否を問う問題が出た時の答えの導き方。まあ、これが考え方の流れなんですけども、それが重要なんですよ。こういう部分をちゃんと見つけて、頭に入れていき、またそれを使って答えを導く。これをやっていくと点数って上がってくるんですね。で、なぜかというと、それを頭に入れることによって、開発許可の用否っていうのはこれでも1点ゲットできるんですよ。出題されたら。 確実に点数を取れる部分を増やしていくというのが、卓達見合格の近道になってきますので、今言ったようなこの理解学習ですね。これをちゃんとやっていきましょう。短期講座では考え方の流れまでお伝えしていきます。単に覚えるだけの勉強っていうのは、今日までにして理解学習をぜひ実践していってください。そうしないと、どれだけ勉強しても合格するのは難しいですし、もう勉強が辛くなってくるんですね。 なので理解学習ぜひですね実践していただければと思いますで初めにもお伝えをした通り短期集中実力アップ講座値上げまであと2日となりました効率的な勉強ができれば今からでもまだ間に合いますもう来年勉強したくない今年で終わりにしたいという方は動画の下の概要欄から短期講座の内容をご確認いただければと思いますあなたの事項をお待ちしておりますレトスの小野でした